いや、やば、意外にいいんじゃん。あー、来た。これってでもマジ意外に。皆さんこんにちは、ゾノさんです。今回はですね、検証企画として iPhone のこの 3GS ですね、初代の iPhone を使って、映像とかですね、写真が綺麗に撮れるのかっていうのをですね、ちょっと検証していきたいと思います。実際ですね、まぁ、ちょっと持ってみたんですけど、めっちゃちっちゃいんですよ。これが iPhone30、 僕今普段使ってるやつなんですけど、これが 3G で、見てください、これめちゃくちゃちっちゃいです。 iPod かっていう感じなんですけど、まあ、これを使ってね、ちょっとあの今回撮影していきたいと思います。実際に、まあ、ちょっと見ていきたいんですけど、ちょっとこれね、画面録画できないんですよね、多分。なんで、まあ、ちょっと映しながらやっていくんですけど、もうカメラもグリッド線オンオフしかない。で、ビデオがこれですね。あー、でも綺麗ですね。いや、やば。いや、これは全然いけるでしょ。はいはいはい、全然いけるんで、ちょっとこれでね、撮っていきたいと思います。じゃあ実際にね、ちょっと撮影の方をね、映っていきたいと思います。試しにね、撮っていきたいんですけど、こういう花とかあるんで、ちょっとこれをね、撮っていきたいと思います。まあ横からね。いや、意外にいいんじゃないですか、これ。ああ、はい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 。いや、意外にむずいっすね。逆に、いいんじゃないですか。いや、基本的にはやっぱちょっとこう上からと、なんすか、逆光、まあ、画質はまあそこまで良くないんで、あえてね、もう逆光にしてちょっとこうエモい感じでやると。だからもう雰囲気勝負ですね。雰囲気でいくと。1カット目はまあめっちゃいいっすよ。でも意外に 3GS でもいけるんじゃない、これ。ワンチャン撮り方次第ですけど。いや、意外に雰囲気めっちゃあるな。なんか綺麗、画質がパキッとしてない感じが、なんか結構意外にいい味出してる。じゃあ次のカット一応いきたいと思います。フレア出る。ああ、来た。神。いや、こういうことでしょ。いや、こういうことっすね。はい。で、今ちょうどね、2カット目撮り終わったんですけど、まあちょっと素材ちょっと見ていきたいと思います。いや、このフレアな感じがね、あ、やっぱ出てるね。いや、なんかこう太陽をこう葉っぱで隠してこう動くことで、結構フレアみたいな感じが出て、めっちゃいいっすね。いや、めっちゃいい感じじゃないですか。逆光がやっぱいいっすね。これ意外にちゃんと持っとけば手ぶれもしないんで、意外に優秀って感じですね。何 K で撮ってるかも分かってないですけど、まあ綺麗って感じで、基本ちょっとまあ逆光攻めで撮っていこうかなと思います。はい。いや、2カット目もあって、今もう超順調ですね。いい感じに撮れると思います。はい。じゃあちょっとまあ次のカット、なんかいい感じのところちょっと探して撮っていきたいと思います。お願いします。ありがとうございます。いや、ちょっと海来たんですけど、めっちゃいい感じですね。夕日がめちゃくちゃエモく撮れたんで、いや、海のカットはめっちゃありですね。これってでもマジ意外に逆光海最強説あるかもしれない。でもめっちゃいいカット撮れたんで、実際にまあ今まで撮ってきた映像をちょっとこうつなげて、完成した作品をですね、ちょっとまあ、見ていただければと思います。Some water is enough.
はい、ということで、今回は 3GS で、撮影したんですけど、見ました？めちゃくちゃエモくないですか？いや、やばいですね。なんか思ってた以上にめっちゃなんかエモくなったんで、意外にありだなっていう感じですね。今もこれちょうど 3G で撮ってるんですけど、いや、なんか雰囲気めっちゃエモくなるんで、ちょっとなんか定期的に良ければですね、なんかこれで撮ってみようかなっていう風に、思ったって感じですね。はい、ということで、まあ、今回はですね、 iPhone の 3G でですね、撮影したらどうなるのかっていうテンションですね。結論、めちゃくちゃエモくなったっていう、検証結果になりました。はい、まあ、ちょっとだいぶ暗かったんですけど、今回の企画はですね、以上になります。また次回の延長でお会いしましょう。バイバイ。